ニニボードでのドットボックスのゲーム例。ドットボックスは、二人でペンと紙を用いて行うゲーム。19世紀に、フランスの数学者、エドアール・リュカにより最初に発表された。彼はこのゲームを、ラビポピペッテと呼んだ。ゲームオブドッツ、ドットツー・ドット・グリッド、ボックシズ、ピックズイン、A ペンなど様々な名前で呼ばれている。 ゲームは点の何も書かれていないグリッドから始まる。通常、二人のプレイヤーが繋がっていない隣接している二つの点の間に一本の水平線、または垂直線を交互に加えていく。11の正方形の4番目の辺を引いた、プレイヤーは1点を獲得し、次のターンを得る。線をこれ以上書けなくなるとゲームは終了し、最も多くの点を獲得したプレイヤーが勝者となる。 グリッドの大きさには決まりはない。時間がない場合、またはゲームを学ぶときには22のボードが適している。5,5のボードはエキスパートに適している。渦は22のボードでプレイしたゲームが示されている。2番目のプレイヤーは1番目のプレイヤーの動きの回転競争の動きをし、ボードを2つに分割し、ゲームを引き分けんとする。しかし A は動作7で犠牲を払い。 B はその犠牲を受け入れ一つのボックスを獲得する。しかし、この時 B はさらに一本線を加えなくてはならないため、中央の点と中央右の点を接続する。これにより、残りの獲得されていないボックスが、チェーンで結合される。A は次の動作で三つのすべてのボックスを獲得し、三から一で勝利する。ダブルクロス戦略、状況一に直面した時、 初心者のプレイヤーは状況2を作り負けてしまうが、熟練のプレイヤーは状況3を作り勝利する。ほとんどの初心者のプレイヤーにとってゲームは点を多少ランダムに接続する段階から始まる。この時の唯一の戦略はボックスに3番目の辺を加えないことである。これは残りすべてのボックスがチェーンにつながるまで続く。 この時点でプレイヤーは通常得られるすべてのボックスを手にし、得られる最小のチェーンを相手に渡す。例えば、渦の位置に示すような状況に直面した初心者の、プレイヤーはいくつかのボックスを取ることができるため、チェーンのすべてのボックスを獲得しにの状況に至る。しかし、最後の動作でより大きなチェーンを相手に渡さなくては、ならず、最終的に負けてしまう。 より熟練なプレイヤーは状況1に直面すると代わりにダブルクロス戦略を採用しチェーンのうち2つのボックスを除くボックスを取り状況3で相手に渡す。相手はこれらの2つのボックスを取りより大きいチェーンを作らなくてはならなくなる。状況3となればプレイヤー A は勝利となる。長いチェーンの数に関わらず同じダブルクロス戦略が適用される。 この戦略を使用するプレイヤーは各チェーンで2つのボックスを除くすべてのボックスを獲得し、最後のチェーンですべてのボックスを獲得する。チェーンが十分長い場合、このプレイヤーが勝利する。ダブルクロス戦略を使用するエキスパート間の次のレベルの戦略的複雑さはコントロールに対する戦いである。エキスパートなプレイヤーは、 最初の長いチェーンを渡した方が通常は負けるため、相手に最初の長いチェーンを作らせようとする。犠牲の概念を理解していないプレイヤーに対して、エキスパートは正しい数の犠牲を払い、勝利を確実にするのに、十分な長さの最初のチェーンを相手が渡すように促す。もし相手も犠牲を払った場合、エキスパートは、 以前のプレイで取ることができた犠牲の数をさらに処理する必要がある。組み合わせゲーム理論では、ドットボックスは普遍ゲームであり、多くの状況がスプレーググランディの定理を用いて解析することができる。しかし、ほとんどの普遍ゲームにあるノーマルプレイコンベンションが欠けているため、解析がかなり複雑になる。四角形のグリッドに限られず、三角形のグリッド、六角形の グリッドでもプレイすることができる。ストリングコインと呼ばれる相対グラフの形式がある。このゲームはストリングで結ばれたコインのネットワークでプレイされる。プレイヤーは順番にストリングを切る。切った時にストリングが付いていないコインが残った場合、プレイヤーはコインをポケットに入れ、次のターンを行う。勝者は最も多くのコインをポケットに入れたプレイヤーである。ストリングコインは 任意のグラフでプレイすることができる。ポーランドでプレイされる変形の一つであるクロープ機では、プレイヤーがその境界線が完了するとすぐに、いくつかの正方形の領域を主張することができる。ドットボックスの解析では、標準のものがアメリカンボードと呼ばれているのに対して、外側の線がすでに引かれた状態で始まるものは、スウェディッシュボードと呼ばれている。外側のうち、 左と下に線がすでに引かれた状態で始まる中間のものはアイスランディックボードと呼ばれる。トレグシルトと呼ばれるゲームはドットボックスのいくつかの要素とチェスのいくつかの要素を組み合わせている。ありがとうございます。